子供たちが親の指示でこうしろああしろって自分から何かやりたい、子供の居場所がないなってすっごい感じてるんです。もうこの時間はこうしててね、読書しててね、で子供は選んでない、チョイスしてないんですよ。だから私はその今川崎市に子どもの権利条約にのっとった夢パークっていう施設があるので、それをちょっと双葉のところに作ってあげて、本当何やってもいいよって、火遊びでもいい、あの何か作るでもいい、読書したら読書したらチャンバラやってもいい、水遊びしてもいい、子どもが子ども時代を消化する、本当に自分がやりたいものを心よくまでやる施設、場所の提供を一つやりたいっていうのと、あとやっぱヨーロッパを見てきた時に黒板で板書してる授業ってないんですよ。でプロジェクトなんですね、全部ほとんど。だからそういう学校って、まあ、今ちょっとあの、子どもの紀伊国子どもの村小学校とかできてきたんですけど、あの長野にもね通信簿がない学校とか出てきてきたんだけど、そういう学校も茜福祉会のなんか延長として作ってあげたい。だからまず子どもの居場所を作ることと、本当にプロジェクト、自分のやりたいプロジェクトをとことんやる、まあ、保育園の延長みたいな、うん、小学校を作りたいっていうのをもうずっと今この 2,3 年茜福祉会のあの理事の先生たちと言ってどうやったらできますかって言って協力者をお願いしたいんですけどっていうことで今構想を練ってるところです。